鍼灸師なんですけど、ツボなんかないって言ってたからね。明言してたよ。当時で鍼灸歴42年の先生がこんな分厚い本渡されたんですよ。お前ちょっとツボのこと勉強しとけ、経絡、経血のことお前それぐらいちょっと覚えて勉強しとけって、こんな分厚い本渡されて、それから渡されたから必死に勉強して、こうやって完璧ぐらい覚えたんよ。やっぱツボってすごいんやなと思って、先生これありがとうございます、読みました、やっぱりツボってすごいっすねって言った瞬間ですよ。言った瞬間、タバコ吸いながら、んなもんないって言わはって、え、んなもんない読んどけって言ったんや。まあ、どうやら後で分かったのは、ちゃんと言ったことをやるやつかどうかを見てたんだよ。俺完璧に覚えてたんですよ。こういうこと質問してくるかもしれんから、はい、ここは答えれるよ、そことかね、完璧にやって何でも答えれるぞ、どんと来いと思って、やっぱすごいですねってこう前のめりに来た。んなもんない、タバコもこれぐらい引き消えかけなもんないないんですって。実際そうなんです。あのね、ツボというのは場所じゃなくて打ち方なんですよ。その経血の図ありますね、とにかくね、あれは目安でしかないんですね。昔のその体で見た目安なんですよ。ある程度の統計は取って、でも全身どこでもツボやって言ってました。問題はどう押したか、わしが押せばどこ押してもツボやって言うんですよ。かっこいいでしょ、ねえ、わし押せばどこでもツボやって言ったんですよ。でも実際そうなんですよ。人間の体でツボじゃないとこないんですね。先生がはっきり言ってました。あんなもん業界が作ったもんや。足裏のツボっていうのは東洋医学的に言うと有線っていうツボ1個しかないんです。だいぶ前ですけど、テレビでほんまにアホみたいな実験をしてたんですけど、足裏マッサージで E と呼ばれる部分を押したら E が反応して動いてる、だからやっぱりこのツボは合ってるって言うんですけど、ちゃうんですよ。 E というのは簡単に動く臓器なんですよ。もう下手したら動けと思ったら動いてんねん。人間の内臓の中、臓器の中で唯一意思通り動くのがいいですよ。だからいいって言うんですよ。意思のいいですね。で、どういう時に特に一番動くかっていうと、気持ちよかったりリラックスした時に動くね。つまりこう足裏マッサージしてもらって、あ気持ちいいなとか思った瞬間動くんですよ。どこマッサージしても動くね。その実証してへんでしょ。やのにそれだけでテレビ大って出すんですけども、全く関係がないんですね。先生に聞かされて、そうなんや、先生が言うと間違いあれへんかな、鍼灸の先生が言うてんねんもんと思って。当時でもその働いてたね、マッサージの店で働いてる、そこって足裏マッサージもやらなあかんかったんですよ。で、足裏マッサージ専門の先生もいたんですけど、当時こういない時があって、俺代わりに出なあかん時あったんですね。うーわやっばみたいな、やらなあかんのかと思って、まあしょうがないやろうと思ってこう押すやんか。ほんならまあお客さん反応するやん、あーそこここ効きますねとか言うわけ。そこなんですかって言うから、足ですよあ、足なんですね、あそっかそっかって言って、ほんでまたこういろんなとこさ、うわー聞く、あーそこな、そこは何ですか、ここ足ですあそこも足なんですねって言って、あー聞くーって言って、この土踏まずらへんにグランとした、うわー聞く、めっちゃ聞く、ここそこなんです、ここ土踏まずって言いますで親指のとこグッと押したら、うわー聞く、そこはここ親指ですよって言ったら、気づき出さはりましてね、最後笑ってました、もうあまりにもねで隣でね、もう一人足裏マッサージ専門の先生がやってて、俺の最初の足ですの一言でうんっていう顔してはったねまさかほんまにそれ言うつもりちゃうやろなみたいな感じで、ね、でも最後まで正直にね、嘘はつけへんと思って、足ですよって、ここですか、土踏まずですって、ここかかとのくるぶし寄りのとこですってあ、これ小指ですよで、先生一応報告したんですよ。言ったら、ようやったっつって初めて褒めてくれたみたいな感じですようやったってね、だからないねんね。ただ足の裏はみんな疲れてるからいいとか関係ないんやけど、気持ちいいやんか、リラックスするっていう意味で効果があるように感じるんですね。内臓っていうのはリラックスしたら全部の内臓良くなんねん。だから場所は関係ないので、最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。